そして今日ですね、お天気ニュース調査委員会というものを、なんていうんですかね、開催します。今日聞きたい質問はこちらです。はい、こちらウェザーニュースライブイブニングではお天気ニュース調査委員会を実施します。今朝は北海道幌加内で今シーズン全国最低気温のマイナス23.2度を観測、東京でも 4.1 度と今シーズン一番の冷え込みとなりました。寒い日は背中が丸まって体を動かすのが面倒になりがちですが、シャキッとする方法はありますか？ハッシュタグ今気がつきました今気がつきました。ももぴんもシャキッとということで、先ほどまでこちらあのお楽しみですって言われていたんですけれども、はい、ももぴんもシャキッとしていきますねシャキッと旋回なんか嬉しいですね。あのド S なのかもしれないですもっと欲しいですあ、ド M か、ド M か、そうですね、ド M ですダメですかね、あ、すいません余分なこと言ってしまいましたということでワイもシャキッとしますね。寒い日には少し丸まってしまいますよね、そうですよね、布団が離してくれないとかね、こう朝グダグダっとしてしまったりとかしてしまいますけども、お仕事中にグダグダっとですかはい、シャキッとしていきますねシャキッとする、え、今日やばいですかあらねえ、シャキッ、何なんですかねちょっとなんか調子がこうふわふわしておかしいんですよ、今日ふわふわしてますね、どうしたんでしょう本当に、あ、確かに今日朝早くから割と活動していたのでちょっとペースが狂ってしまってるかもしれないんですけど、ヤマピーはやめてください。あ、めっちゃふわふわしてますか、なんかあの自覚はしていなかったんですけれども、スタッフさんからすごく言われてしまったりとかしたので、そうなのかもしれないと思ってきました。ということでシャキッとしたいですよね。シャキッとする方法は、シャキッとする方法をぜひコメントで教えてください。ぜひ参考にさせていただきますということで、ここまでは現在のお天気について確認をしていきました。この後18時より番組を再開します。